平野翔の新 CM、ウォンジョン・ヨヘア・ケアラインでの新たな一面。こんな平野翔、見たことない。新 CM で見せた驚愕のセクシーさとは ?27 歳の俳優、平野翔、平野翔は、2024年5月24日に都内で行われた、ウォンジョン・ヨヘア・ケアライン、ワンジュン・ギョヘアーデビュー CM 発表会に出席しました。このイベントで、彼は新しい広告キャラクターとしての役割を披露し、 その魅力を存分に発揮しました。平野翔は、クールなブラックのセットアップを身にまとい、爽やかな笑顔で登場しました。無数のフラッシュが彼を照らし、その姿はまるで風のように軽やかでありながらも、存在感を放っていました。MC からも、風のようと称賛され、平野は照れ笑いを浮かべました。新 CM のキービジュアルは、白と黒の二つの世界観で撮影されました。 黒のビジュアルではセクシーな色気を、白のビジュアルでは柔らかな雰囲気を体現しています。平野は撮影について世界観に入り込めていると実感しました。自然とそうさせてくれましたし、何より楽しかったです、と振り返りました。撮影の際にはメイクアップアーティストのウォンジョンヨが直接メイクを担当しました。平野はその体験についてやってもらいながらこだわりを感じましたし、 刺激的な時間になりましたと述べ、自分では俺ってやっぱかっこよいってあんまり思わないのですが、見せていただいて、俺、こんなかっこよかったっけって思う仕上がりで僕も嬉しいです。と満足げに語りました。彼はまた、新しい自分が見せられている気がして、すごく嬉しい気持ちです。俺、かっこよいじゃんって思いました。とはにかみながら話しました。平野翔が新しい CM で見せた姿勢は、 多くの人々に勇気を与えています。彼の自然体での挑戦は、我々にも自分の限界を超えて新しいことに挑戦する勇気を与えてくれます。彼の成功の裏には、努力と情熱があり、その姿勢が共感を呼んでいるのです。CM 撮影の最後には、ナレーション6里も行われました。平野は、スタッフさんの視聴率が高すぎて、負けましたね、と。 静かな環境での収録に緊張したことを明かしました。笑っちゃいけないタイミングで笑ってしまうので。でも、それで和んでハッピーな空気感で終われたなと思います。と、充実感を滲ませました。ワンジュンギョヘアーは、韓国のメイクアップアーティストであるウォンジョンヨが監修するコスメブランド、ワンジュンギョから初めて登場したヘアケアラインです。この新しいヘアケアラインは2二十四年五月一日にデビューし、 平野が出演する新 CM は5月25日からオンエアがスタートします。ある美容師の方は、このヘアケアラインについて次のように述べています。このビジュアル出た時は、かっこよすぎて固まってしまった。美容師してますが、翔君器起用ということで使ってみたくて、成分調べたら日本のドラッグストアのものより、贅沢な髪の補修成分が含まれてて、アミノ酸系ですごく優しい。 毎日気に入ってシャンプートリートメント使ってます。香りも大人っぽいフルーティーフローラルで癒されますよ。また、他のファンもそのビジュアルの美しさについて CG なんじゃないかと思う美しさでした。いつも謙遜するご本人もかっこいいと思ったんだね。納得。未だにシャンプーは入手できてないけど CM 楽しみと期待の声を上げています。平野翔は 新しい広告キャラクターとしての役割を通じて自分の新たな一面を見せることができました。彼の自然体でありながらも魅力的な姿勢は多くの人々に感動を与えています。ウォンジョン・ヨヘアケアラインの成功は平野のさらなる飛躍を期待させるものです。今後も平野章の活動から目が離せません。彼が次にどのような挑戦をするのか、そしてどのような新しい一面を見せてくれるのか。 楽しみにしています。平野章の魅力は、その内面からにじみ出る自然体の美しさと、挑戦を恐れない姿勢にあります。今回の新 CM で見せた新たな一面は、多くの人々にインスピレーションを与えました。あなたも、自分の中に眠る新たな一面を発見し、挑戦してみてはいかがでしょうか平野章がウォンジョンヨヘアケアラインの新 CM で見せた新たな一面は、 多くの人々にインスピレーションを与えました。彼の自然体でありながらも魅力的な姿勢は、私たちが挑戦に対する心構えを見直す良い機会を提供しています。平野の挑戦は、単に新しい広告キャラクターとしての役割を果たすだけではなく、彼自身の成長と、新たな一面の発見を意味します。彼は、俺、こんなかっこよかったっけという自己再発見を通じて、 自己肯定感を高めることができました。このような経験は私たちにとっても重要です。新しい分野や未知の領域に挑戦することは自己成長のための重要なステップとなります。平野のように自然体で挑戦することは一見簡単そうに見えますが実際には多くの努力と自己認識が必要です。彼が撮影中に感じた緊張や不安は 私たちが新しいことに挑戦するときに感じる感情と同じです。しかし、彼はその感情を受け入れ、自分自身を信じることで成功を収めました。平野章の例を通じて、私たちもこのような心構えを持つことができれば、新しい挑戦に対して自信を持つことができるでしょう。平野章の挑戦と成功は、彼のファンだけでなく、多くの人々に影響を与えています。彼の姿勢は、 私たちに自分自身を再発見し、新しい挑戦に立ち向かう勇気を与えてくれます。ウォンジョン・ヨヘア・ケアラインの新 CM は、彼の新たな一面を見せるだけでなく、私たちにとっても新しい視点を提供してくれました。私の友人の一人が、平野翔の姿勢に影響されて、新しい挑戦を始めました。彼女は長年、ファッションデザインの仕事をしていましたが、 新しい技術を学ぶことに興味を持ちました。平野の CM での姿勢に触発されて、彼女は 3D モデリングのコースに参加し、新しいスキルを習得しました。彼女は初めての授業で緊張しましたが、自分を信じて挑戦を続けた結果、現在はファッションとテクノロジーを融合させた新しいプロジェクトを手掛けています。平野章の挑戦は、私たちにとっても多くの学びを提供しています。 彼の自然体での挑戦姿勢と自己再発見のプロセスは、私たちが新しいことに挑戦する際の大きなヒントとなります。新しい分野に挑戦することは、自己成長のための重要なステップであり、そのための心構えと準備が大切です。ぜひ、これらの質問について考え、友人や家族とディスカッションしてみてください。新しい挑戦に対するあなたの考え方が変わるかもしれません。 そして、平野章のように自分の新しい一面を発見し、成長するための一歩を踏み出してみましょう。質問、あなたがこれまでに挑戦したことのない新しい分野は何ですかその挑戦に対する期待や不安はどのようなものですかまた、平野章のように自然体で挑戦するために、どのような心構えが必要だと思いますか ?1、あなたがこれまでに挑戦したことのない新しい分野は何ですか 2. その挑戦に対する期待や不安はどのようなものですか ?3. 平野翔のように自然体で挑戦するために、どのような心構えが必要だと思いますか ?4. 彼の挑戦から学んだことを日常生活にどう活かせるでしょうか